はいそれではこの動画から実際に「レイヤーズ・オブ・フィアー2恐怖のクルーズ」実況プレイ始めていきますちょっと前にね PC 版に日本語が実装されて前作ねすごい面白いホラーゲームだったので結構気になってるタイトルではありました久しぶりのホラーゲームということでまずゲームを始めると3つねセーブの場所があるみたいですせっかくなので3選びます えー、画面左の画像がうっすら映るようにはいわかりました画面の明るさの調整ですね OK ですおっそしたら設定が出てくるのかそういうパターンねちょっと待ってくださいねそうですねこの字幕の大きさとかを調整できるみたいなのでちょっと大きめにしておくといいかなと思いますそれと視野角あの見えてる範囲ですねこれ多分一人称してのゲームなのでそこもちょっと広げておきたいと思います 多分、そうした方が動画的には見やすくなるかなと思います。はい。それでは、ニューゲーム、プレイしていきましょう。ノーマルモード、怪物は君を殺すことができる。これがゲーム本来の設定。セーフモード、怪物はいるが、君を追いかけたり殺したりはしない。えこっちが、いいんじゃないどう考えたって。はい。ノーマルモード、行きましょう。まあ、その、 現代には、その恐怖のクルーズにあたる言葉はついてないみたいですけれども、その日本語版では、そのね、レイヤーズ・オブ・フィアー2、恐怖のクルーズっていうサブタイトルが付いてるので、その船に乗るのかな的なことは、これもう船の中あ、なんか沈没船チックだけどな。火事が起きてる。おー、もう始まってるのか。あれなんか音が結構ちっちゃいような気がするな。 えーっと音を少し上げたのともう少しだけ視野角見える範囲を広くしましたあとね首がグイングイン動いてたんでちょっと首の感度を下げましたうーんなんだこれ本当に水が漏れてきてるけど死ぬんじゃないかんなんか機械音みたいなのも聞こえますねこれはもうその怪物が襲ってきたりする段階まだ早いかジャンプとかはできない もともとできなかったかな。ドアを開けるには左クリックを押してマウスを動かす。うんなるほど。ドアね。そのドアかな。ひときわ明るいドアがある。あこれだ。開けました。ドアの開ける音とかあんまり聞こえないけど。あ聞こえる。うん。これ今どういう状況なのかはまだ全然わからないですけど。主人公が誰とかね。え 残念ね字幕の大きさは結構いいですねああ首取れてる <laughs> あと少しだったのに何が首がくっつくまで接着剤の乾く時間ってことかあこれなんか第一章って書いてますねうーんなるほどね OK いずれかのキーを押す眠るな寝ちゃうお前は役を演じるんだしっかりと起きておけ それが居眠りなどくだだらん過失だまあお前自身が過失のようなものお前のおもちゃは上の階にある役になりきれ記憶や夢そして恐れをつなぎ合わせるのだ大役に備えよあくるなんか回せるよん回せないあ回った「くっ」え何真ん中が「く」で5文字の「 何かがあるのかなえー、っと、レクサス、あー、糸文字足らないな。<laughs> 2番目がクの文字が、レクサスしか思いつかないのもちょっとよくないと思うけど、役になりきる。うん。おなんだこれ。映写機みたいなやつだな。あ、なるほど。なんかフィルム入れないといけないんだ。あ、これさっきいたところかな。まあ、その、レイヤーズ・オフィア1。 前作ですね。は、まあ、芸術家の話でしたけれども、2はその、なんかその、んデイリー、これ、読めるのかなあ読めた。無事に落ち着いたかな僕と話したことを忘れないで。一番得意なことに集中するんだ。例の君だけの特別な領域に行くんだ。動機を見つける。役を作る。信じてくれ。やる価値はある。連絡はできるだけ取るようにするよ。気をつけてな。君の友人兼エージェントより。なんか俳優みたいな。 なんですかね主人公がうーんよしなんかフィルム探した方がいいのかなこれ上がれる多分その映写機に入れるフィルムを見つけなければいけないような気がするこれはうっ後々なんかえらいことになりそうなあっなるほど左クリックを押すとなんかズームできる。 あまりこういうので太陽見ちゃいけないと思うけどよーしオッケー周りは特に何もないけどな開けてみるかおこれはなんだああこれフィルムじゃない取ったこれなんだあそこにセットするのかよしオン めちゃくちゃこ役者は生きてる間いくつもの役を演じるそうだね僕ちょっと役者になりたいなって思ってた時期あったりなかったり面白そうだなと思って正しく振る舞うことを想定され本当には存在しない世界をいくつもさまよううん刺激的なお仕事ですよね仮面をつけてそれぞれの世界に適応する いいですね、この字幕が大きいとうん、ちゃんと音読しなくても、動画でも多分きっちり見えてると思うんで、役者に向かって大声で叫ぶ自分が演じる役を作り上げなければならない、役作りとかあるって言いますもんね。そうなんですよね、その役者さんって、その役入れ込むとき、やっぱり自分のこととかは。 消していくでしょうね、ある程度は。それって大変だなと思うけど。お撃たれた。それでも立つのだ。全ての人間が役を演じなければならないステージの上に。映像自体はちょっとあんまり何を表してるのか分かんないけど。え、話し役最後撃たれる系 おさっきから表示されてた第1章の名前「ザ・アンモーニング」って僕ちょっと意味分からなかったんで調べたんですけど船の船を止めてるロープを解くことを言うみたいですね「海覧」っていうらしいんですけどうんそんな言葉があるとはって感じですけど、まあ、確かに最初船の中でなんか目覚めたもんなおベスペースを押すと「役作り準備探求私は誰ここはどこ」 なるほどそのゲームに入った時にまず自分がどういう人なのかってことを知っていこうみたいなことなのか。もうこれ始まってるよねこれなんだこれなんか肉付けしていくのかなレイヤーズ・オフィア1はの絵をね完成させていく過程がありましたけど今回もそういう感じなのかも。 五条船のお客様へ監督の要望により恐れながら船のこの区域は全乗客及び乗組員の立ち入りが禁止されております。はああなるほど貸し切ってるっていうことなのかなそうっぽい。OK? なんかすごい静かだけど仕足音もめちゃくちゃ小さい。よあ貝かかってる。OK? これどれぐらいでやりにくるかな 僕のことう<え>うわびくくりした何早っもうやりにやも来てる <laughs> よく眠れたいやーちょっと今のでもう僕は今夜あんまり眠れなさそうですけどやめてよーなんか金色の灰皿があるあまり趣味がいいような悪いようないや金色の灰皿使ってる人がいたらちょっとあれだからあれだけど。 あれなんであれですよねつまりもうんあ、あ閉まってるもうこれ本番だあ閉まってる豪華な食堂だなこういうところで一度は食事してみたいって僕はあんまり思わないですけど普通の人は思うでしょうよっ8あっシャオシャオ言ってるなんだ いいか乗船したらとにかく君がやるべきことをやるんだ現場入りして監督の眼鏡にかなうような役作りそれだけだよおーなるほどこれ拾うことはできないのか OK だからとにかく役作りどういう役かわからないけどでも悲しい役だって言ってたよな報われないのか ラジオみたたたいなのをつけりり消したりできるんオープンあ本ほんとに船だまあ回覧そのロープを解くことが大事なんだったらタイトルになってるんだったら何かのロープでも解いてみるかなまあ、さすがに何かの例えだと思うけどね <laughs> 直接なんかロープを何か解くような話ではないような気もするけどんなんだおあロックかなこれ お、開いた開いたうんうん閉まった閉まった開いた開いたオッケー。うーんちょっとびっくりさせる音があんなに大きいんだったらあんまり音も上げられないなえっ自動で閉まるこれ自動でロックもかかるオートロックってそういうこと違うよね多分うん yeah, yeah. うん君が海をどれだけ嫌いかは何万回も聞いたあそうなんだそれでもこの話に乗らないのはもったいないって言ってるんだなるほどね物を調べると時々そのものに関わった言葉シーンが再生される面白いなエレベーターが開いてるうーんなんかあんまり探索要素とかはあるのかないのか分かんないけど よ自分で開けるタイプおっ椅子もあるぞこういう形のエレベーターだからうーんまあそんなに現代チックではないですよねスマホとかはなさそうよしんスマホ落としやばい落としてトラブルに巻きくまることはなさそうって思ったもしもーしあーやばいやばいこれ左に誰かもう乗ってんじゃない 左の椅子が気にななるんだよな大丈夫オッケーそのねレイヤーズ・オブ・フィアーの怖さの一つとしてなんかこう視点をねこうさっきまであったものがなかったりなかったものがあったりとかそういうねシステムが前作はふんだんにありましたからねうん三等客室にお乗りの皆様はこちらです 今回は下のデッキまで調べただろうな。のただうな肌乗り客を見逃したら二度とフレに乗れないと思え。なるほど。これは脅しじゃない。なんかそういう、なんですかね、密かに乗ってくる人にちょっと手を焼いてたのかな。えぇ、ー、足音だっけすっごいファサファサ言って、すごいソフトなんだけど。 それがもうはい逆に怖くなってきた全く今のところねその自分の役作りっていうかそういうものに関するヒントは手に入らないけど、まあ、とにかく主人公が海は本当は嫌いってことが分かりましたなんか海に関してトラウマがあったのかなうんあら客室だなんだなんだすごいチカチカしてる なんかのページ上部が破られている前代未聞の試みとして監督の次回作は大西洋を横断する遠洋定期戦場で撮影されることが決定したあーなるほどねめちゃくちゃお金かかってるななるほどえー、映画の主役は名前判読不能シャカシャカシャカってなんか消してありますね映画の主役うん えー、輝かしいキャリアと数々の役で評論家から称賛を集めてきたことを考えれば当然の抜擢と言えるかもしれないなるほど最近は私生活に関する気がかりな噂も絶えないが監督にためらいはなかったようだなるほどねこの主人公のことが書いてあるみたい記事で開けてみるんしゃがむってできるああできるあすって下がったなおって上がるよしオッケーしゃがむお覚えたぞん服が置いてある でも女の人と男の人の服はあるな。ってことはつまりカップルか夫婦の部屋ってことになりそうだけど。まあブーツも脱ぎっぱなしにしてある。これダッシュ、あっ、ダッシュもできます。そうだ、ダッシュってキー設定したんだった。シフトから F に。ハンドルだ。まあ今のところ特に迷うことなく。っていうか、ほぼ一本道だからずっと進んでってるけど。 んえなんか映ってそうなんだけどさっきの鏡の剣があるからなそういうパターンかっていう気が付いたらなんか映ってる系あと鍵が閉まってるところは結構あるけど鍵は見つからない一向にん警備対,しつあ対策室より警備庁へ来週から新しい手順が実施される実施の責任は警備庁君個人に着せられる詳しい説明のため全警備員を集めるようにうん あ、さっきの言ってた、付箋乗船が以前に何度か起きている。確実な再発防止策が必要だ。なるほど。ただ乗りね。ただ乗りって、うーん。英語で、どういう風に書くんだろうなって、今見ようとしたけど、それよりは、話を進めた方が、良さそうだな。え人殴る、ドンキみたいなのがある。大砲、はい、だ なんで今、扇風機回したんだおこれ鍵じゃんキャッチんなんだ取ったお取った取ったえっ違う鍵取った音だ今の <laughs> 鍵取ったらちゃかちゃかちゃかんって音になんかえっ,ってなっちゃった扇風機回した意味あったのかはい鍵使いまーす使っ しゃがむはいさっき覚えましたででででん曲がりカードには気をつけてください結構いきなり来る感じみたいなんで今回まあホラーゲームであんまいきなり来ないゲームってあんまないけどねおなんだ杖だ僕はないけど監督に直接会ったことそういう人たち壊れてるとかウサイクだとか 全くバカバカしい。なんだこの杖。こういうのは取ることはできない。えできないよね。うん、できない。こっちは開かない。オッケーまあ独特の。うん、何ネズミ。独特の雰囲気は相変わらずたっぷりあるけど、今のところ、もうプレイできないって思うほど怖くはないぞ。ありますからね、たまに。 開始20分ぐらいでもうやりたくないっていうとき <laughs> <laughs> 走ってみよう <laughs> ちなみにホラーゲームで走るの現金ですやられますんさっきかなんかこうハンマーとかこうレンチとか工具が散らばってるのが目につくななんか意味があるのかあらまたシャワシャワ言ってるザーというノイズ終わりうん何な何になになに うーんオッケケーオッケー、大丈夫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 何もないよんあなるほど SOS 遅れそうツッツッツーツッツッツーすいませんあの送ったことないんでわかんないです一般常識てかサバイバル術として知っておくべきことだと思ったけど SOS 遅れないあやべこれ変わってない あそこに入れって言われてる。拒否やめときますこっち見よううーわこっち見ようって言ったけど無視してよかったかいやでも何か見つけないといけない気がするん何これんあ 3… ん ?3 月11日って書いてるそれあ、なんか拾った 部屋の構造がおかしい。これ閉めて。下の、下の段もなんかあったよ。だって。あれん手が出ない。出た。下。下は何もない。ん手に入れたアイテムってなんかで見られるのかなあ、一応、右下にタブキーを押すと、右下になんか光ってますね。ああそういうことか。 こっちから、あれ入ってきて、えあれ、やっぱりおかしい。そこまでボケてないはずだけどな、僕も <laughs>。しゃべりながらやってると、いろんなことが抜けていくとは言いますけれども。歴史に残る演技、演技、突き詰めると恐ろしい技である。脚本をなぞるのではなく、自分が自分である意識を放棄し、配役になる。これには計り知れない勇気を必要とする。そのような勇気をふるい起こすことは、ほとんどできる役者などほとんどいない。 しかし、ゼロではない。昨夜のマジェスティック劇場を訪れた者として、そのことは個人的に主張したい。なるほど。えー、昨晩の主役の演技には言葉が出なかった。恐れなど未人も感じさせない、人命半読風のシャカシャカシャカってなってて、の演技は卓越の一言。さながら目の前の舞台から役者が消滅し、役がそのまま肉を得たようであった。すごい表現だな。大絶賛じゃん。役者としてはね。 うーんオッ ?OK? <laughs> やっぱダメだった。受け入れ体制はできてない。閉まってる。後ろ振り返るの怖いんだよな、このゲーム。いや。時々は振り返っていこう。たまにね。オッケー入場。